ナカンパニー関係者によりますと、犯人グループは爆破の影響を受けていない区域に拠点を構えている可能性があり、軍による大規模な突入を視野に入れているという。ひな怖い。あなたがクラウドさんですか？元ソルジャーの。今は何でもや。ねえフォリア先生、怒ってる？はい、怒っています。見回りに出た子供たちが帰ってこないんです。約束した勉強の時間なのに誰も。見回りってハウスの子供たちがやってる恩返しだよね。ええ、寄付のお礼にゴミを拾ったりお使いをしたり、かなり好評なんですよ。そのあたりで見ませんでしたか？はあ、私夜に予定があって、その支度もしなきゃいけないのに。探してくる？ありがとうございます。見回りに出ている子供たちは5人、手作りの剣を背負っているのですぐにわかると思います。土管を持ち場にしている子、人が一番集まるところをパトロールしに行くって出て行った子、いつもお店を熱心に眺めている子、町内会でお年寄りに可愛がられてる子、よく町の出入り口を見張ってる子、みんな手作りの剣を背負っています。どうぞよろしくお願いします。あ、エアリス、どう？お花なかなかいい感じに飾れてるでしょう。うん、とっても素敵でしょ。そういえばさっきエアリスの家の方に神羅の人がいたわよ。ほら、黒いスーツの怖い感じの人。大丈夫？飾りつけたお花ゆっくり見ていってね。お花、いいの選んでくれてありがとうね。飾りつけたお花、ゆっくり見ていってね。花のいい匂いってのは心の栄養になるんだぜ。もう食べることばっかり。夕飯前だから仕方ないっす。文字を覚えて本を読むんだ。じゃあ空は？だからその後がね、物騒な街になってしまったんだ。知ってる？ウォールマーケットって言うんでしょ。いいかい、絶対に近づくんじゃないよ。あ、ソルジャーさん、一緒にお話聞く？マコールが壊されてまた戦争が始まるかもって本当かな？その前に心配することがあるだろう。フォリア先生との約束、私帰るね。戦争は終わったと思っていたのにね。舞台は恐ろしいね。あ、クラウド、見回りの調子どう？いつもより街がざわついてる。魔航路が爆発したせいかな。よく見てるね。感心感心。だけど何か忘れてない？あ、勉強する約束、ハウスに帰らないと。エアリズはいい子だよ。死んだ本
アバランチの魔法炉の蚊はウータイと共謀した悪役であると対応策を考えようって話してるんだ。市民の俺も協力しますぞ。時系団に行った経験を生かすと見回りの調子どう？うん、今日はゴミ拾いと道案内とおばあさんの散歩の付き添いをしたよ。頑張ってるね。これくらい当然だよ。寄付のおかげでハウスがあるんだから。って、もうこんな時間？フォリア先生、怒ってた？うわー、ごめんなさーい。本日、プレジデントによる正式な宣戦布告を期待する市民たちが2番街に。アバランチは運のせいで、うちのじいちゃんが元気になっちゃって。じいちゃんの魔法話が止まんねえ。心配よ。バカで手で細かい部品スパナクラウドさん、お会いできて光栄であります。自分は強い男になりたいであります。ソルジャーは憧れであります。すごい気合だね。非常時ですから。魔航路が爆発して家族を亡くした子供も多いと聞いたであります。ハウスにも新しい仲間増えるかもね。先生の負担がまた増えるであります。その先生がお前を探している。うっかりであります。ハウスに帰還するであります。誰か腕自慢はいないか。どこ行くの？5番街の避難スラムまで爆破されないわよ。家に帰ることもできない。うわ、びっくりした。見回りの調子どう？いろいろ観察してるんだ。いつか作る自分の店のために。お店開くのが夢なんだ。うん、いっぱい稼いでハウスを助けたい。先生たちは言わないけど、寄付があってもいろいろ苦しいみたいだから。内緒だぞ。話したら罰金だからな。うわ、勉強の時間。ミトガル市民たちによる抗議集会の様子を。これで全員だね。ハウスに戻ろう。シンダカンパニー関係者によりますと、自分の身は自分で守る。これがスラムの常識。また寄ってくれ。アバランチの魔法炉が蚊はウータイと共謀した策略であるとか。ビッグスギーちゃんがくれた本全部読むんだ。おかげさまで子供たちが帰ってきました。助かりました。では張り切ってお勉強しましょう。ガマ王が出たぞ。前より基地の近くだ。なんとかしないとな。ガマ王？秘密基地の奥に出るカエルのモンスターだよ。すっごく凶暴で王冠をかぶってるの。多分モンスターの王様だと思う。ソルジャーさんなら倒せるよね。ああ、しかも簡単にな。でも俺の報酬は安くはない。お金なんかない。自警団ならタダだよ。他の大人に知らせたら秘密基地が立ち入り禁止になっちゃう。あそこはみんなの大事な場所なの。宝物あげるからお願いします。足りない分は俺が店を出したら払うから。どうしてもダメなら自分たちで退治するであります。サンギルでどうだ？秘密基地のガマ王退治は3ギル。今回は特別だ。やったー！
ガマ王は秘密基地の奥の方にいる。凶暴なやつだから気をつけろよ。フォリア先生のお話面白いんだよ。怒ると怖いけどね。またやりたいな。ああそうだ、じいちゃんのマコロ話が止まってんな。私たちの願いが叶って幸せになる。二人だけじゃないクポ、このスラム全部を幸せにするクポ。大きく出たな。モーグリメダルの熱心なコレクターは何人もいるクポ。集めたメダルを買い取ってくれるクポ。それを元手にスラムのあちこちにお店を作るクポ。子供たちは仕事にありつけるし、暮らしは便利になる。みんなが幸せになれるはずクポ。しっかりしてるクポね。もちろん二人には報酬を払うクポ。俺たちが直接コレクターと取引したらどうなる？それは困るクポ。計画は秘密にした方がいい。ありがとうクポ。僕これからもみんなのために頑張るクポ。何でもやクラウドの噂流しておくよ。その気をつく、消えろ。ふぅ、なんとかなった。ここは任せて。そういうわけには。えい、やってやる。じゃあ行け。そっちは任せて。私の出番。どうってことない。あまり前に出る。じゃあ後ろから。はいはい、ほっほい、やっやっ、いただきます。ほっ、はい。ふう、なんとかなった。急ぐ。そこ、どうして来ないで。えっ、まあ、確実に。いけそうかな。
当然の結果だ。ガマを倒せたの？ああ、しかも簡単にな。やった、さすがクラウド。これでみんな安心して遊べる。ありがとう。はい、お礼の宝物絶対サンギル分はあると思うよ。遊ぶ時間はありませんよ。宿題をたっぷり用意しました。今日中にやっておくこといいですね。はい、わかりました。ガマ王大臣、ありがとうございました。さすが先生、何でも知ってるね。そうありたいんですけど、なかなか。夢のため、仲間のため、困っている人のため、毎日夢中で走り回っている子供たち、あの子たちがつまずいたり転んだりしないように見守ってあげたいんです。疲れそうだ。それはもう。でもみんながここを出ていくその日まで、応援してるよ、見ているよ、愛してるよ、そういう気持ちを伝えたくて。本当なら家族からもらえたはずの愛情を他人の私から感じてもらうには、それくらいしないとって思っています。すごい、先輩の見よう見まねです。尊敬する先輩のスタイルを引き継いだというか。ううん、ビックス先輩に比べたら私なんか全然。あ、いけない、私そろそろ出ないと。用事あるんだった。用事っていうか夢です。ありがとうございました。なんだろうね、先生の夢。興味ないね。秘密基地を守ってくれてありがとう。お礼に特別にあれに参加できるよう話を通しておいたから、もう一度秘密基地に行ってみてよ。リーフハウスの子たち、いつも話し相手になってくれるの。おかげで気持ちがお若返る。やばいぞ、これ何か起こるぞ。このまま戦争になっちまうのか。シンラの兵器に襲われたんだ。目玉みたいな形で5体はいた。奴ら裏通りの方へ行ったけど、こっちに来たら大事だ。だから腕の立つ奴はいないかと。引き受けよう。助けてくれるか。よかった。奴ら侵入者ありってわめきながら裏通りへ向かっていったよ。くれぐれも気をつけてな。Hit!
ここは任せた。そういうわけにも届け、いいところを見せなきゃ。集中していく。沈め。調子に乗る。そっちは任せる。私の出番。遊んでいる暇はない。邪魔させないよ。まだだ。切り替えよう。連携しよう。私の出番。届く。行くよ。よいしょっと。うまく使って。カチーンと。交代。やってやる。覚悟はいい。それは引き直す。いいとこ見せなきゃ。ほい。見てて。おしまい。おお、聞いたぞ。倒してくれたんだって。マコーロのロボットがスラムで迷子だなんて。やっぱり爆発が原因かね。奴らマコーロを警備しているつもりで俺を侵入者だと判断したのか。ああ、自分のしていることもわからないなんて哀れなもんだ。いや、神羅の末端なんてそんなもんか。機械も兵士も同じだ。そんなことは。はいはい、これで事件は解決。これからも何でも屋のクラウドをよろしくお願いします。あ、おう、なんか巻き込んで悪かったな。とにかくありがとう。助かったよ。あんたを見込んでもう一つ頼みたい。武器屋の前に元気のないじいさんがいるはずだ。話を聞いてやってくれないか。シンダカンパニー関係者によりますと、犯人グループは私たち頼りにされてるね。ああ、楽しくなってきた。ああ、じゃあ顔と声に出して。何でもや客商売だろ。そこは任せる。いいけど、ずっとってわけにいかないから。それもそうだな。そうだよ、私の報酬高いから。
番組では戦争によって…あんたの腕を見込んで頼むよ。じいさんを助けてやってくれ。いざとなれば俺も戦うぞ。おお、あんたか。何でもやって言うのは、実は女房の命日なんだが、墓参りに行けなくてね。墓地に厄介なモンスターが住み着いてしまったんだ。どうだろう、代理で墓参り頼めるだろうか。安くはないぞ。ありがとう。墓地は川の先だ。でも聞くところによると門が施錠されたらしい。モンスターのことを知らずに入る人がいないようにね。墓地の鍵ってモグヤのとこで交換したよね。女房の墓は川を進んだ。でも墓地には墓地の鍵がないと入る。片付けるぞ。ごめん、急いでるの。何？やっ、先手だ。はっ、作戦を変える。私の出番。来い。どう？魔法で決めてこ。まぶた、くっ、うわっ、あっ、そっちは大丈夫？なんと、うっ、やっ、ケース、うっ、くっ、うっ、追い打ちだ。やっ、あら、それいっけ。なんとかしなきゃ。もうすぐ終わり。いくよ。やっ、沈め。さあどうにかできる。ここまで。ち、撃つぞ。うわ、寝るわけには。やれるだけやってみる。ほい。ごめん、行くよ。きついな。みんなのために狙うぞ。や、攻めるぞ。これ解放する。続け。当たれ。終わりだ。これだね。クラウドもお祈りしてあげたら。俺はいい。報告に戻ろう。また世話になっちまったな。これは報酬だ。先生は俺の恩人だ。そして今じゃあんたも恩人だ。だからこれは俺の気持ち、受け取ってくれ。奥さんのお墓きれいにしてお祈りしてきました。ああ、ありがとう。おかげで気持ちの整理がついたよ。女房の墓参りはもうやめにしようと思ってね。こんな弱った足腰じゃどうにもこうにも。最後になんとか一度だけ、そう思っていたところにあんたたちが来てくれた。もう自力では無理。女房にもちゃんと伝わったはずさ。そんな、
墓地の鍵だ。モグヤに返してくれ。だが私はもう。あんたが返してくれよ。報酬として5000もらうぞ。5000？金金金。ああ分かった。お前さんの助けはもう借りない。鍵は私が返しに行く。ああ嘆かわしい。これが神羅の世の末路か。背筋主義の申し子め。いやいや子供たちに責任はない。ああまだまだ引退はできんぞ。まだ手遅れではないはずだ。子供たちの意識を変えねば。背筋主義のも、ああまだまだ引退はできんぞ。あんたにはすごくムカついたけど、なんだか先生元気になってきたよな。この人はこの辺りの貧乏な子たちに勉強を教えてくれた恩人だ。俺もその子供たちの一人さ。あんたにはすごくムカついたけど、まだ手遅れではないはずだ。いらっしゃい。大事に使ってやってくれ。スラムまで爆破されないわよ。困ってる人を助け回ってる奴がいるらしいぞ。番組では戦争によって子供たちへ対応を行います。いらっしゃい、クポ。幸せに一歩近づいた、クポ。一番たくさん箱を壊した人はこの基地の英雄になれるんだよ。本当は子供しか参加できないんだけど、クラウドは特別に許可してあげる。
消え失せろ。仕上げだ。刻む。とうまくならないのにな。ひょっとして噂の何でも屋さんですか？ああ、自分は活力新聞の記者をしているデマンです。活力新聞、いつもスラムの悪口書いてるね。とんでもない誤解です。スラムの醜い現実を世に知らしめることで目指すべき未来を問いかけているのです。で、何でも屋さんにちょっとお願いがありまして。スラムエンジェルはご存知です？正体不明の怪盗スラムエンジェル、主にシンラカンパニーの関係者に予告状を出し、どんな警備もかいくぐって金品を盗み去る。有名だよ。盗んだものを貧しい人に配っちゃうの。スラムエンジェルはご機嫌取りが得意だからスラムでは人気です。でも泥棒は犯罪です。秩序の敵です。私は奴の正体を暴きたいんです。ところが住民の口が硬いのなんの。おまけに私記者だとバレて誰も話してくれなくなりました。そこで何でも屋さんに取材をお願いしたいのです。噂の盗賊スラムエンジェルのことならどんな情報も歓迎ですよ。ここにいる奴らは何か知ってるはずなんだ。戦争は終わったと思っていたのに。あらやだ。なに、スラムエンジェル、謎よね。有名だけど誰も姿を見たことがないの。必ず予告状を出してまるで手品みたいに盗むのよ。は、手品師なんじゃない？手品というよりも魔法よ。だから魔女だって噂もあるし。噂でいいなら私だってモンスターが正体だって聞いたわよ。私なんてあと20個ぐらい噂知ってますけど。お役に立てなくてごめんなさいね。本当にもういいの？町の噂話ならいくらでもあるんだけど。あ、スラムエンジェルを知ってるかって？スラムエンジェルは決して貧しいものから奪わず人を殺めない。これだけ知っていれば十分だ。もっと知りたいならミレイユさんに会うといい。ここらじゃあの人が一番の情報通だ。ミレイユというおばあさんに聞いてみな。何？スラムエンジェル？近頃しつこく嗅ぎ回ってる記者がいる。ひょっとして奴に頼まれたか？はっ、知ってても教えねえよ。スラムエンジェルは俺たちの英雄だ。シンラの手下なんかに売れるか。ひっ、人の秘密を探る仕事とはな、盗賊の方が100倍上等だぜ。
にちは、ミレイユさん。久しぶりだね、エアリス。変わった男とつるんでるって聞いたよ。この人はミレイユさん。町のこと何でも知ってるの。こっちはクラウド、元ソルジャーですごく強いの。これを使えそうだ。噂は聞いたよ。何でも屋でハウスの子供の憧れ。今は活力新聞の依頼でスラムエンジェルを調べてるんだって。詳しいな。噂話が大好きでね。しかしあの下っ端診断もしつこいね。あいつの依頼は関係ない。話を聞いて俺が興味を持った、それだけだ。おやおや、あんたもスラムエンジェルに見入られた口だね。ちょうどいい、新しい情報が入ったんだよ。ちょっと裏を取ってくるから待ってな。あの記者と一緒にさ、記者と一緒に待ってな。悪いようにはしないから。コルネオの手下になる子。キッ、人の秘密を探る仕事だ。死んだかも興味ある。どうでした？ミレイユさん、わかる？最新の情報くれるって。ミレイユさん、あの情報通、自分もしつこく食い下がったんですが、はぐらかされてしまって。どうやって口を割らせたんです？なに、年寄りの気まぐれだ。気が変わらないうちに教えてください。新情報ってスラムエンジェルの目撃談ですか？それとも残した痕跡が？いいえ、奴らのアジトの情報さ。アジト、大スクープだ。場所はどこですか？裏道を進んだ先にある物見の高台。もう随分使われてない場所だ。物見の高台ですね。すぐに行ってみます。けど別の噂もある。近頃その高台にモンスターが住み着いたとか。え？かなり手強いやつらしい。それでも行くとは見上げた記者根性だ。いや、軽率に踏み込むのは記者失格。裏付けを取って行動が記者の基本ですから。なら、うってつけがいるじゃないか。ねえ、なんでも屋さん、もう一仕事頼みます。高台の様子を探ってください。裏道の先にある物見の高台、その場所がスラムエンジェルのアジトかどうか、その調査をお願いします。高台にモンスターがいたら、報酬は後で。裏道の先にその調査をお願いします。高台にモンスターがいたら何とかしてください。真相究明のためですからね。報酬は後でまとめて支払いますから、ぜひ特ダネを持ち帰ってくださいね。裏道の先にある物見の高、その調査をお願いします。高台のモンスターは厄介なやつって話だ。プレートまでじゃん。
ここは任せて。こういうわけには。行くぞ。どうってことない。やられはしない。届け。当たる。頼んだぞ。いいところ見せなきゃ。見てて。よっと。うまく使って。飛んでけ。行くよ。私は任せる。お任せあれ。はい。お。やっ。お。お。砕けちゃう。やっ。お。せめて一気に。見せてやる。は。は。切る。刻む。やっ。貧しき人々へ援助の品、スラムエンジェルがいただきます。スラムエンジェルの予告状。他には何もなさそうだ。戻って終了報告だ。予告カードじゃないですか。間違いなく本物です。スラムエンジェルの予告カードです。へえ、これが有名な予告状かい。大発見です。他に手がかりは。おや、このカードなんか書いてある。しつこき神羅の汽車殿へおびき出して少々痛い目に遭わせるつもりでしたが、何でもやと出会うとは幸運でしたね。しかし次はどうなることやら。
ご用心あれ。スラムエンジェルからの警告。何でも屋がいなければあんたはモンスターにやられてたってわけかい。悪かったね。情報通とか言われていい気になって、危うくあんたを死なせるところだった。まあまあ、こうして無事だったわけですから、これに懲りず私にも新鮮なスラム情報を流してくださいね。スラムエンジェルの予告が出たぞ。次はウォールマーケットドン・コルネオだ。待ってました。ドンは大物だ。これは大事件になるぞ。ちょっとその情報詳しく。報酬を取り損ねた。ほらこれを持っていきな。なーに遠慮はいらない。出どころはあの騎士屋のポケットだ。盗んだんじゃないよ、預かっただけさ。感心したよ。さすが噂の何でも屋だ。そろそろ帰ろっか。そんな時間か。クラウド、仕事受けすぎ。報酬が低すぎるんだ。お試し期間でしょ。我慢我慢。さあ帰ろ。スラムエンジェルはあのドン・コルネオから何を盗むのかね。ワクワクするね。スラムエンジェルの正体は絶世の美女って噂があってね、私はそれを信じてるんだ。スラムエンジェルはあのドン。終わったと思っていたのにね。舞台は恐ろしいね。ごきげんよう。待ち伏せ。エアリス、これが新しい友達か。新しいって人聞きが悪い。なるほど、魔法の目だ。レノンをやったのはこいつか。俺だったらどうする。事実確認、上長に報告。クラウド行こう。ルード、悪い人じゃないから。その通りだが、エアリス、俺たちは舐められたら終わりだ。悪く思うな。思った通りだな。うん、タークスなんて見かけ倒しだ。お前もな。暴力反対。下がってろ。協力してこ。ここから携帯を。えっと、はいはい。ほっといてくれない。落ちろ。狙え。相棒の借り返させてもらう。やってみろ。ここで仕掛ける。隙をつく。何やるな。帰る気になった。いや、楽しくなってきた。まだやる？
仕事だからな。仕事は選んだ方がいい。そこだ。刻む。決まった。やりゃ。クラウド強いでしょ。これぐらいのやつはゴロゴロいる。一緒にするな。備えだ。やっ、やってやる。相棒の借りは返せそうか。ああ、順調だ。やっ、見せろ。まあ、無駄だ。何？暴力反対じゃないのか？正当防衛。フライ！行くぞ。突き崩す。覚悟はいいか？ちっ、どけ。倒れるわけには。一気に叩き込む。殲滅する。お願い、今日は帰って。そうもいかない。ああ、エルード、お楽しみのとこ悪いが、7番街スラムの件で緊急要請だぞと。いや、今すぐ戻ってこい。分かった。事情が変わった。そんなところだ。しばらく家にいてくれ。それ苦手なの。待ってて。やっぱり来る？花と話して。というそんな一日でした。行こう、お母さん待ってる。花、なんだって？お疲れ様って。嘘、何も聞こえない。でもね。ううん、何でもない。どうせ信じないから。だろうな。一応聞こう。本当？あ、
あと少しって気するんだ。お花、何か話したがってる。何か言いたいことがある。そんな気するんだよね。でも何か足りない。あと一歩届かない。だから聞こえない。私いつもそう。そして諦めちゃうの。そんな風には見えない。諦めるようには。それはね、今日は頑張ってるもん。あ、何かあったのか？さあ、行こう。返事くらいしてやれ。お花、なんて？お疲れとかなんとか。うん、お疲れ様。ああ、もう十分だ。遅かったじゃないか。一体何してたんだい？ごめんね、いろいろ回ってきたから。夕食の準備ができてるよ。あ、運ぶね。だったら客間の準備を頼むよ。はい。クラウドはくつろいでて。あんた、その目、ソルジャーなんだろう。元ソルジャーだ。悪いけど、何も聞かずに今夜のうちに出てってくれないかい。あんたたちは普通の暮らしと引き換えに力を手に入れたんだろう。欲張っちゃいけないよ。お待たせ。ご苦労さん。お腹すいただろう。ペコペコね。